はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、5月の1日2日はですね、ちょっと長崎の方に帰らせていただいたんですけども、まあ田舎の良さプラス田舎の、不便なところがですね、こう感じられましたね。はい、まあ鳥のさえずりとか、こうお花の匂いが街中からするとかはですね、もうすごく癒されるんですけど、まあ本をカフェで読もうかなと思っても車を30分走らせないとカフェがまずないっていうようなところなので、あ、そっちの方はやっぱ不便だなっていうふうに感じました。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、昨日からですね、膝に水が溜まる方についてお話をしてます。で、今日は膝に水が溜まる方がですね、溜まらないようにするためのストレッチ方法っていうのを一つお伝えできればと思いますので、まあご覧いただければと思います。はい、でまずね、膝に水が溜まってしまうのがどういう状態なのかっていうと、はい、膝に炎症が起きているような状態ですね。まあ簡単に言うと、負荷が膝にかかりすぎているような形です。まあ何なのかっていうと、膝っていうのは本来ですね、曲げる伸ばすしかできないものなのに、ねじれの要素とかが入ることによって特にこの炎症が起きやすいです。じゃあその炎症が起きているのはどこなのかっていうと、股関節だったりとか、あるいは足首ですね。足首で、人によってはこの胸郭ですね、肩甲骨とかこの肋骨とかが硬いことによって、ここに膝に負担がかかってしまって炎症が起きている方が多いです。なのでそこに対して注射をして水を抜いたとしても、ここの状態が変わってないのであれば、またそこに水が溜まってきてしまって痛みが出てきてしまうというところにつながってきますので、ぜひですね、あなたにはここですね、膝じゃなくて違うところに原因があるんだよっていうのことをちょっと覚えておいてほしいかなというふうに思います。はい、でまずど鉄板です。今日お話ししていくのはこちらですね、股関節の問題です。股関節の問題で、股関節といってもどこなのかっていうと、はい、大臀筋ですね。大臀筋と言われる筋肉が硬くなってしまっていると膝の痛みを起こしてしまって、水が溜まったりとかします。でじゃあそれがなぜなのかっていうと、ですね、ちょっとこっちに移動しますけど、はい、大臀筋っていうのはこの骨盤からですね、この骨盤から太ももの外側にこういう風に走ってくる筋肉です。まあ、いわゆるポンって触った時に最初に触れる部分ですね。これが大臀筋なんですけど、これが硬くなってくるとどういう、ね、状態になってくるのかっていうと、はい、ちょっとこれが硬くなるとですね、股関節が外旋といって、ひねるような感じ、外側にひねるような感じですね。はい、こっち側に持っていかれてしまいます。でこの状態で立ってもらったら分かると思うんですけど、この内側になんとなく負担がかかりませんか？はい、そうなんですよね。この大臀筋っていうのは硬くなってくると足が外側にグーっていう風に引っ張られてしまって、こういう風に持ってかれてしまいます。その状態でずっとこうやって歩いてると、ここに負担がかかる、つまりねじれの要素が加わってしまって水が溜まってきてしまうっていうのがあるので、まあ、要はこのお尻の筋肉をこっちの方向ですね、硬くなってしまったのを柔らかくしてこっちの方向に持っていければ炎症っていうのは起きなくなってきますので、まあ、このストレッチを一緒に今からやっていただければと思います。はい、そしたらですね、実際にやり方をお伝えしていくんですけど、今日は座ってやります。はい、座ってやります。見えるかな、よいしょ。はい、今日はですね、膝が痛い方でも一緒にできるようなストレッチにしてますので、一緒にやっていきましょう。まあ、まず実際にあなたが痛い動作っていうのをやってもらって、まあ歩いて今どれくらい痛いなっていうのを把握してください。はい、そしたらですね、やっていくんですが、まあ右側が痛い方は右側をやってください。でやり方はですね、まずこういう風に持っていきます。はい、でこれができないんですよって方もいらっしゃるので、とりあえずこの辺まででいいので、こういう風に持ってきてください。で持ってきていただいたらですね、両手をこのすねですね、すねをこういう風に持ってあげてください。はい、この状態で自分の胸の方向にぐーっとですね、ぐーっと曲げていただくと、おそらくこのお尻が伸びてくると思います。横から見るとちょっと分かりやすくするために左でやりますね。はい、こんな感じでぐーっと曲げてもらうと、
ここが伸びてくる感じがあると思いますので、ここに伸びを感じれればストレッチができてます。ただし注意点として、こうやってね、骨盤がこういう風になりながら猫背でこういう風にやってもあんまり効果がないので、骨盤はしっかりと起こした状態ですね。はい、腰を反らすんじゃなくて骨盤が起きた状態、この状態でぐーっと引っ張ってあげてください。これが姿勢が取れたら30秒この状態で深呼吸をしていきます。今日は10秒でやっていきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10って感じですね。はい、これを30秒やっていただければと思います。はい、それで歩いてみると皆さんどうですか。はい、まあ、前にね、こうスッてね、前にこうスッと行く感じが今やった方はあると思います。まあ、これは大臀筋っていうのが上手に働いてくれることによって、ねじれじゃなくてこういう動きですね、こっちの方向だけに力を加えることができるので、まあ、スムーズに行きやすくなるっていうのがありますので、ちょっとですね、膝が痛い方あるいは水が溜まっている方は今のストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対する筋体ではお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。